リン様ごきげんよう。自分の落ち度ではなく他人の落ち度で、一度痛い目を見てるから他人の痛みがわかる感じですかねと。そうだと思います。この孤児の活性化、行き過ぎれば機能不全をもたらすが、やっぱりこの成長と発達には欠かせないもので、他人とは比べ物にならない痛みを体験した孤児となった人間でさえ、まあ、健康とか信念とかそういったものを取り戻す過程でギフトを手に入れるよと。痛みに耐えただけのことはあったっていうことに気づくことがあると。人間であれば傷を負うのは当然であり、その傷が旅立ちを決意するきっかけとなる。傷を負うことがなければいつまでたっても幼子のままで、成熟、成長、学びの機会は訪れないと。私たちは完璧な親、原型的アーキタイプ的な父親と母親を求めながら、欠点のあるいかにも人間臭い親を手に入れると。不死を願いながらも死という運命を手に入れる。宇宙の中心になりたいっていう憧れを抱きながら、自分はその他大勢の一人に過ぎないっていうのを思い知る。こういう人間になりたい、こんなことを成し遂げたいっていう夢を書いた挙句に、ありきたりな人生だっていうことに気づくと。まあ、私50歳になるんですけど、はい、人間50年、はい、なんか不惑を超えたはずなんですけどね、はい、なんか結局ここっていう、はい、まさにこんな感じです、はい、あれ俺って特別な人間じゃなかったのってで思いつつ、特別でないと思ってるってとこですよね。孤児って気づいてるってこと、自分自身でそうやって思ってるってとこじゃないですか。現実が特別ではないっていうよりは、はい、ま、なんかこう特別であるはずだって思ってて、はい、でも一般だよな、平凡だよなって平凡ですね思ってるって話じゃないですか。そこ、まあ、そこに気づくで、はい、次に行くのにはここはやっぱ通るわけですよね。特別だと思いたい、はい、そうなんです。ただまあこういった経験があるからこそ、その同じ人を助けようとするとか、はい、そういったところに行くわけなんですけども、こんなやつ出してもらってもいいですか。はい、だから同じような平凡な人で肩を組もうじゃないですか。なるほど、はい、まあ、ここにあるのが孤児のシャドウは、霊障主義的な霊胆とか、はい、犠牲者の役割を利用して周囲を操ろうとするような、はい、傷ついたみたいなとこですね、うん、で覚醒を促す声としては、例えば裏切り、まあ、自分の裏切りもそうですし、はい、人から裏切られたもそうですしとか、まあ、幻滅したこととか差別を受けた、迫害を受けた、はい、まあ、したっていうのもそうなんでしょうね、はい、で、まあ、気づいていくと、例えばレベル1では苦境に立たされているという現実を受け入れ、痛み、息、迫害、無力、そういったものに信頼の喪失を実感する術を学ぶと。まあ、失っても生きてるっていうことなのかな、はい、まあ、こういう裏切られ方があるっていうことなのかな、はいはいはい、で助けが必要だっていうことを受け入れる、はい、自分から言ってもいい、うん、でレベル3になると、権力者に依存する代わりに助け合いと団結の精神で権力者に対抗する人々と相互依存の関係を築くと。現実的な予想を展開させる、まあ、現実的に考えられるようになるってことですね、はい、考えるようになるんじゃないですか。ああ、はい、はい、確かに。ただ、まあ、まあ自分これ読みながらやっぱりなんか子供っぽいなと思ったのは、はい、どうしてもその他力本願的なところ、はい、誰かがやってくれる的なところ、はい、でこうやって演じればこうやって見られるみたいな、はい、ところが自分に濃いなっていうのは、はい、ちょっと感じております。孤児、幼子と孤児、幼子と孤児、はい、はい、をなんかこの行ったり来てるしてる感じ、はい、はい、戦いに出ろよと、はいはい、一向に旅に出てない感じがします、はい、皆さんはいかがでしょうか。何なんでしょうね人生って、はい、考えません。何がですか。人生って何だろうって。何だろうは考えないですよ。どうしようは考える、はい、もうなんか全く成長してないですよっていう孤児感を感じている人のエクササイズ、はい、誰にも邪魔されようにない静かなところで深呼吸しながら、人から
慈しんでもらいたいっていう欲望、それは内なる子供にとっては当然の欲望、そうですね、はい、助けてよっていうのは別に、をじっくり味わってほしいと。で、喜んであなたの面倒を見てくれるような人の思い浮かべてみよう。それは具体的な人物でも、想像上の人物、神でも構わないと。そして次に、私を慈しんでくれる人や救ってくれる人はいないって自分自身に言い聞かせる。そうするとあなたは自分で行動せざるを得なくなるだろうと。悲しみ、失望、霊障といった感情や無力感や能力不足といった感覚を味わってほしいと。そして空想の世界を抜け、同じような感覚を持った人々と互いに支え合い、互いの感情や知識を分かち合うことに賛同している人々のグループに加わった場面を想像してみようと。で、そのような仲間の支えがあるという前提で活動する自分の姿を思い描き、この叶った時の感情を思い浮かべる。はい。YouTube で飯が食えている時を思い浮かべる。はい。と、そっちに動けるようになるってことですかね。まあ、何が足りないかって話じゃないですか。うん。はい。具体的に考えざるを得なくなりますね。はい。誰かが助けてくれるとかじゃなくて。まあ、助けもあるし。いやっていうところで、助けてくれるじゃなくて自分に何が足りないのかを考えて、はい、まあ、スキルだったらスキル身につけたりとかっていうのがこう次の一歩だよみたいな話じゃないですか。なるほど。はい。で、助けてくれる仲間もいるみたいな、同じような仲間がいて協力し合いましょうみたいな。はい。あ、皆さんすいません、ありがとうございますと。リン様も社会活動は他の人にやってもらいたいから幼子と。こじっぽいですけどね。はい。はい。まあ、僕も、まあ、ベーシックインカムがもらえるようになるといいんでしょうけどね。はい。という、こじでした。はい。まあ、やっぱりでも、このこじも、自分が虐げられたから、その虐げられた人を、温かく迎えることができるっていう人たちなので、はい。このこじのところを使って、よそにいるこじを、ドーンってやる人は、はい。それは違うだろうっていう話かなとは思いますけど、はい、はい。まあ、幼子をドーンとすることもありそうですよね。そのドーンは違うよって話ですよね。まあそうですけどね、通るでしょうけど。というところで我々の旅は続きます。はい。二等兵の成長も続くといいなと思ってます。はい、続けましょうじゃないですか。そうですね。いいなじゃなくて、はい、とどまってはいけない。続けようと思いますじゃないですか、次のステップ。はい。はい。ありがとうございます。はい。皆様のおかげで、はい。この活動が、活動できてます。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。